本日は第9回の会合をご参集いただきまして誠にありがとうございます。昨年の末に町人仕事創生総合戦略が閣議決定をされましたが、同戦略でも ICT の利活用は重要項目の一つに位置づけられております。総務省では約3年前から岡座長のリーダーシップのもと、全国27箇所で ICT まちづくりの実証プロジェクトを実施してまいりました。今後はこれまでの成果をいかに全国に普及展開していくことができるかが重要であります。これまでの成果の積極的な周知アピールの一環として、今年2月には奈良県葛城市での ICT まちづくりサミットの地方版を開催し、私も参加をさせていただきました。今後は各自治体が地方版のまち人仕事創生総合戦略を策定をし、その内容に応じて交付金が配分される予定であります。まさにこれまでの ICT まちづくりの成果を積極的に地方版の総合戦略に盛り込んでいただくことにより、 ICT まちづくりの取り組みも大きく広がっていくものと期待をしております。私も今後開催されます ICT まちづくりサミットにできうる限り参加をし、地方創生の現場を自らの目で見ていきたいと考えております。より多くの展開事例を作るべく、総務省としても全力で取り組んでまいります。岡座長をはじめ構成員の皆様の知見ご経験等を生かした活発なご議論をお願いをしたいと思います。今日は急ではありましたけども、私の地元の石垣島から市長さんが、山下市長さんの友達で傍聴で参加をしていることを報告をしておきたいと思います。よろしく活発なご議論をお願いしたいと思います。